こんにちは、つちのこです。さあ今回はねポケタルのメインの方やっていきたいと思います。まずはコロ帽子からスタート、3匹ステージですね。はい、まずは抜群が取れる飛行固めバオマンダでいってみましょう。のアイテム、まずは速攻でメガ進化させていきたいけど失敗。うわー、ちょっとこの失敗は痛いな。ここはうわースカイコンボ発動せず、やっちまったやっちまったぞこれ。はいはい、わあスカイコンボ発動しねえな。さあどうでしょう。ほい、ちょっと頼むよスカイコンボ。あららららら、ここで勝てれば終わりですが、どうでしょう。 S ランクは取れます。お、いけるんじゃない。あ、いけましたね。さあポケモンゲットタイム、7からの 32%。 スーパーゲットチャンスが来たら投げていきましょうか。おっと来た、投げます。そう、お金もカンスト状態なんでね、投げときましょう。 OK、 コロ帽子ゲット。はい、 S ランクもゲットです。攻撃力30でひるませるですね。さあタツベイはね、配置にタツベイがいるとのことなんで、タツベイを入れていきましょう。そしてメガスピアで、ブロック、鉄ブロックが来てるみたいなんでブロック寿司を入れて、フリーザでちまちま削っていくっていうやり方。手数プラス5使っていきましょう。さあタツベイがめちゃくちゃ配置されてますね。えい、ブロック崩してメガ進化したけれども、結構ななんかお邪魔具合ですね。このお邪魔がなくなれば早めに倒せるんだけども、なるほど、わあきついな。ブロック寿司いいぞ。ちょ待てよ、ブロックもう一回崩す。スピアで下落として、えい倒せ、いけ。あれ、ちょっとこれ手数いくつだったっけ。スピアが無理ならここはドラゴンでしょう。よし、どうだ、残り手数5ならギリギリクリアできてないかな。 S ランクやりました、多分ギリギリ。こんな感じでも、でも取れたので、手数プラス5で大丈夫だと思います。さあ次フリージオ。さあ次のフリージオは難しさ3だけあって結構難しいみたいなんで、ちょっとノーアイテムで見ていきたいかなと思います。まずバリアがたくさん配置されていると。初期配置バリアですね。ここはバリア消しでしっかり崩してからのフリージオが混入してると。で、横バリアと、うわーきつい、これは厳しいぞ。うわ素晴らしいバリアをやってきましたね。バリア消しで到底対応できるものではない。これはまずいね、早期決戦をしなければいけませんな。なるほど、さあフリージオ、そうだな、バンギラスとねヘルがすごい迷いましたけど、バリアのかかってる最初のフリージオをまあ壊して、でもその後ブロックが降ってくんだよね、そこがちょっと心配。メガヘルがあのメガスタートで大丈夫かな、これでどうでしょうか。ちょっとメガスタートのみで行ってみるか。手数プラス5、メガスタートを使って行ってみます。まあこうでしょうな。はい、消していく。さあここでよしよしよし、なんとかバリア化したものを全部消していく。ちょっとヘルガーじゃちょっとダメージダメだね。
マジか、ヘルガーでダメ。なかなかの HP ですね、相手ね。いや、難しいステージが初っ端から来ましたな。よし、これでいきましょう。手数プラス5、メガスターとお邪魔ガード使っていきます。よし、まずはちょっと2回揃いをやりますね。こうこうで2回揃いのはず。こう揃えて綺麗にしていくと。うん、ここも万魚揃えてだね。揃えて、ちょ、邪魔なものを全て排除する。こうアップダウンして、全然強くね、アップダウンが全然強くね。どうしよう、やっべえぞこれ。いや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 、ない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 。これこれちょっとやっちまった、やらかした。6点になっちゃった。さっきの方が早かったじゃん、倒すの。嘘だろ、まずいまずい。ちょっと待って、よく考えろ。これはコンボが狙えません。コンボが狙えないので単発火力に頼っていきましょう。コンボでバカバカっていうのはちょっとブロックが来てダメなので、スーパータックル4マッチでスーパータックル、エンボアップダウンと怪力のアップダウンいきましょう。こっちの方がいいと思う。手数プラス5メガスタートお邪魔ガード。おいおい、使いすぎ。えい、スーパータックル失敗。うわ、また負けた、また負けたんだけど。ちょ、スコア高えなメガヘルガーが一番うまくいってたんだけど、何回も挑戦するのすげえきつい。厳しいね。こうしてこうこうこうでちょっと開けといて、こうこう、そしてこう。はい、スーパータックル。こうして、まあこうこうこうでしょうね。ここはアップダウン、よし、いいぞ。仕方がないね、こうするしかないな。で、揃えて消して、よし、悪くない悪くない。消してコンボさせてアップダウン、こういきましょうか。アップダウン、いけ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 、よし、悪くないですね、今回は悪くないよ。こういきましょうか。アップダウン、落として、よし、安泰圏入ってきた。アップダウン、よし、倒しましたね。残り手数は9、なんとかいけたでしょう。はい、ポケモンゲットタイム、捕まえたいとこだけど 29%、 これで 29% か、きついねですよね。うっ、これは投げるか。 96% 投げます。これはコイン使うステージなんで、出るなよ、頼むぜ。よし、 OK、 ブリッジをゲット。もう初っ端からめちゃめちゃコイン使ったんだけど。攻撃力70でバリア弾きですね。あ、これ使えるかも。バリア弾き強いよ。さあ、ようやくクリアして、コインはもう7万8000まで減りましたね。まだ3ステージ進んだだけだったんだけど。次、コロトック、ステージ604行きましょう。で、基本バリアなんですけど、岩ブロックもかなり大量に出てくるみたいで、バンギラスのね、メガスタートも最初から使っていこうかなと思います。手数もね、10で少ないので、頑張っていきましょう。手数プラス5、メガスタート使っていっちゃいます。
さあ初期配置でバリアがありますね。まずは、こうして送り火を発動させ、さらにバンギラスを揃えていく。おお左すげえすげえ、左をなんとかしつつ、うっやばいとこにブロック来ちゃった。いやバンギラスが揃わないわ。終わった。大丈夫かこれマジか。まあお邪魔ガード使えば多分ねスコア自体は低いのでいけると思うんですけど、やった方がいいね。これ事故る。メガスタートのみだったら。まあ、まずは、まあ、こうでしょうね。で、落として揃わせて。うん。アップダウンして。はい。こうして。さあ、送り火からのコンボが大して続かない。アップダウンもそうでもない。さてちょっともう倒しに行かないとまずい。ちょっとコンボを狙いますね。スキルはないけどコンボを狙う。あーバンギラスが揃って欲しかった。やべえこれミスったらまたやり直しになる。どうしようかな。こうか、こうでこうしてこうしてでもう一回揃うでしょ。おし残り手数5だったら多分大丈夫なはず。キリキリじゃんきつ10なんでね。これ捕獲もしんどいな。 8% でそのままですね。いや厳しい。いや 58% のスーパーゲットチャンスって怖すぎる。ここちょっと言い得します。めっちゃきついステージだけど、まあ S ランクは取れたんで OK でしょう。いやなんか難しさ半端ねえぞおい。さあグレッグルはね、グレッグルが入ってるみたいなんで、まあ、グレッグルを入れていきましょう。僕はバクーダの、まあ、地面固めグランドコンボとアップダウンと、こんな感じで行ってみたいと思います。なんかドグロックも入ってるみたいだね。でも手数プラス5でいきましょう。さてとグレッググルが、まあ、たくさん混入してるという感じの配置ですね。なんだこれ見にく見づらさあわおうわちょっとドグロックは混入じゃなくてお邪魔の方ですね。落として揃わせてほいほい。よしいいぞ。頑張れ。ほい。いいぞ。よし。これは今の良かったね。グランドコンボからの。コンボは失敗。はいよ、アップダウン。オッケー。残り手数6だったら多分大丈夫でしょう。はい、S ランク取ることできました。いやー、きっつ。さあ次は、コモルーですかね。じゃあ次回、コモルーやっていきましょう。